じゃあ今度はね、ツイッターからですね。ツイッターから、学歴は大事ですかって書いてますね。まあ大事じゃないですか。社会が学歴偏重なんで、まだ個人的にはそうじゃないと思いたいんですけども、やっぱりね、これ結局はね、こう考えてみてください。自分の子供が生まれて学歴ない方がいいかある方がいいかって考えたら、すぐ答え出ると思うんですよ。つまりはどうこう言ってもね、学歴にこだわってるってことなんですよ。私も実際その中卒よりもね、大卒の方が絶対いいと思いますからね。これはどうやっても変わんないですよ。あと学校の勉強ね、大事なんですかとか、できないからどうこうってのもありますけども、学校の勉強簡単ですからね、当時は分かんなかったんですよ、10代の頃。今見たらむちゃくちゃ簡単なんで、これはこのぐらいはクリアできるだろうって思うもんばっかりですよね。まあ大学受験はなんかいきなり難しいんですよ。有名大学とかになったらね、教わったことが出てこないわけですから。だから受験用に新たなる勉強プラスアルファしないといけないんで、これはね、高校生活3年間真面目に学業優秀でやってきた人でも突破できないですね。だから大学受験は大学受験攻略用の勉強してましたかとかがね、覚えてますかってことが問われるんで、これはちょっと別物なんですけども、基本的に中学とか高校のそこで学ぶことって、今例えば30の方40の方やってみたら簡単ですよ、やっぱね、思春期のね、14、5歳の人がやることでしょ、簡単だと思いますね。当時は分かんなかったんですよ。当時は苦手意識かなんか分かんないけども、他に興味があることがあって、勉強する時間が無駄としか思えなかったから、だから、まあ、難しいっていうことになっちゃったのかもしれませんけども、ほとんど記憶したら終わりですからね。考えなくても覚えたらいいことばっかりなんで。でも実際その社会に出てどこでつまずくかっていうと、覚えたことが通用しないんですよ。人には感情があるから。学校のテストとかセンター試験には感情がないですからね。マークシートをやったところが合ってればもう丸なんですよ、どんなに人格が悪くても。でもどんなにいい人でもマークシートが1個ずれたらもう罰なんですよね、不合格なんですよね。でも社会に出ると100点満点でも不合格になることがあるし、落第点なのに採用されることもあるんですよね。このなんかね、ギャップはなかなか面白いかなと思いますけどね、はい。まあ、学歴はだから大事ですかって、ないよりあった方がいいですよ、それはね。ない方が有利ってことはないと思いますよ。以上です。